本城茂武。本城茂長は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。上杉氏の重臣。天文8年、1540年、越後国の国人、本城傍長の子として誕生。陽名は千代、猪のしまる。茂長が生まれる直前、当、傍長は、同族の色べしと共に、越後守護、上杉貞だが、伊達種宗の子。 時宗丸を養子に迎えることにことを唱え、入り継ぐ推進派の中条藤助らと対立した。伊達氏の支援を受けた中条氏に責められた。傍聴は弟小川長介と同族相川清長の勧めにより、本城氏と名友関係にある出羽国省内地方の無投氏のもとに逃れた。しかしこれは調子の罠であり、その暇に調子によって居城を奪われてしまう。 弟の無本に衝撃を受けた、傍聴は病に倒れそのまま死去した。傍聴を失った本庄氏の家臣団は、維持、千代のししまを当主に立てたものの、長氏を、その後見人として認めざるを得ず、本庄氏の実権は長氏の手に落ちた。天文20年、1551年父の13回帰の会場で千代のししまは長氏を捕らえて、自害に追い込み、実権を取り戻した。 まだ幼少と言われる年齢だった、千代のし丸は、気象公共で有望と評された。当初は長子を支援していた、長岡ゲ虎、後の上杉謙信と対立していたが、永六元年、1558年過信となり、川中島の戦いや関東攻めなど、謙信に従って、各地を転戦し、武功を挙げた。しかし、自立傾向が強かった本城越後北部の、 国人領主らは、洋北州と呼ばれ、植杉氏が派遣した守護や守護代と、しばしば対立した。a 十1年、1568年、植杉テルトラ、謙信の命を受け長、美等慶、慶地兄弟を暴殺したが、これに対しての恩賞がなかったことに不満を持った。茂町は同年、海の国の武田信玄の要請に応じて、植杉氏からの独立を目論み、 お補助主あるじで、大宝寺氏、無藤氏の当主、大宝寺義蔵と結んで拒兵した。重長の勇猛さに、さすがの謙信も鎮圧に手間取ったが、謙信は先に、将来へと兵を進めて、義蔵を降伏させ、孤立した重長に猛攻を加えた。翌年、重長は、足名森氏の仲介により降伏し、着難の千代丸、後の本城秋永を人質として差し出すことで帰参を、 許された、本城主ゲル城の乱。以後は謙信に侵入したが、天正6年、1578年、謙信の死により発生した、御立の乱では、自身は、上杉影勝方について、上杉影虎方の相川氏と戦った。また、一方で、着南、秋永を、大宝寺義しし、偽造の子と共に影虎方につけ、乱が、継承方の勝利に終わると秋永を拝着した。 その後は継承に引き続き使え、柴田主家討伐など、神杉家臣として、数々の軍港を挙げる。天正11年、1583年、庄内進出を目指す山形城主、もがみよに、義氏が暴殺されると、し長は、義光の庄内進行を阻止すべく、大宝寺氏を支援し続けた。義氏の弟、大宝寺義しは、 重げとの連携をより強固にするため、重げの次男、ち勝丸を養子として迎える、後の大宝寺義勝、武藤義勝とも。しかし、これが、親最上派の国人たちの激しい反発を買い、重げが、柴田攻めで動けないことから、省内各地で反乱が起き、それに乗じて義しが省内に軍を進めた。天正十五年、1587年11月、 お補助が陥落し、おしおきは自害。吉勝は実っを頼って落ち伸びた。翌天正十六年、1588年8月、吉光が、伊達政宗との合戦で動けない隙に乗じて、重げ吉勝う、よは、将来におかし、十五里が、原の戦いで、反無党派国人連合からなる、最上軍に勝利を収めた。重げは、 最上勢を追撃して東根まで軍を進めたが、最上勢の奇襲に相撤退した。庄内地方に復帰した吉勝は、天正十七年、1589年5月、豊臣秀吉に越見し、大宝寺氏は、上杉影勝のより木大名として公認された。天正十八年、1590年、秀吉の命により、上杉影勝が、百合軍、 仙北軍の検知を行ったとき、シは、同僚のイロブ長心と異いを起こす。その直後、大腕、で、豊ンの一揆が発生する。一揆は鎮圧されるが、重長、義勝ウ、ヨは、将来の藤島一揆を先導したとの嫌疑を受けて、改役され、大和国に配慮された。その後、文禄の役に参陣して赦免され、一万国を与えられて、上杉家に帰参した。 慶長三年1598年、慶長が合図に転望されると、田村軍森山城代に任じられた。関ヶ原の戦いが迫った、慶長五年1600年八月下旬、慶長の命により、忍軍福島城に移り、柳川城の須田長吉と共に、伊達軍の進攻に備えた。関ヶ原の戦いが、東軍の勝利に終わり、またもがみ光を攻めていた。 なおえ、金継が敗退すると、10月6日、片倉影綱、萌庭綱元、八代影よりらが率いる伊達軍が、福島城へと攻め込んできた。茂町はまず吉勝に迎撃させたが、宮城、瀬上間の野戦で敗れ、吉勝は撤収して、茂町と共に、福島城に籠城した。伊達軍は孤立した、福島城を包囲し城下まで攻め入り、伊佐の実常の部隊が、 城門まで突出して攻撃を加えたが、宮城から出撃した岩井新王や須田の襲撃の報告を手にした主家長が城外に撃って出たため、伊達軍は攻撃され、手追いも多く出たため、片倉加月綱の家臣の国武撃と須田渡る平左衛門らが討ち死に、正宗は一旦攻撃を中止し、福島城へ向けて鶴辺内に銃撃を加えた後、国見山に陣を返した。この時、 柳川城の須田長吉が、忍さんの後輩に展開していた、伊達軍を追撃して小児が体を襲い、竹に雀の陣幕を奪う働きを見せた。伊達川の記録によれば、国見山に帰陣した、伊達軍は、柳川城での調略工作が、横田大学の伊達家体の内通が発覚したことにより、失敗に終わったため、福島城への二度目の攻撃を中止して、翌七日即座に、 北目城へ撤退した。また、すりかみが合うり、も庭から、稲子峠を経て、北目城へ撤退したとする説がある。いずれにしても、重長は伊達は、岳軍から、福島城を死守したのは事実である。10月20日に、徳川家康に対して、抗戦を継続すべきか交和すべきか軍議が行われ、この席で金継具は交戦継続を唱え、重長は、交和を進めた。 継承は、茂町の意見を入れて、終選工作を開始し、11月3日には、茂町に上落して、折衝に当たるよう命じ、上落した茂町は、不見留守ス協約、千坂影地下と協力して、終選工作に奔走した。その結果、茂ながらの努力が実って、上杉家は、存続を許されたものの、合図120万国から米沢30万国へと、憲法された。 これに伴い、主町長も三千三百国に、減宝されたが、引き続き、福島城代を務め、重臣として、家中の再建に当たった。慶長18年、西暦では、翌1614年12月20日死去。去年74、上杉景勝は、主町長の武勇を称え、武人八万の称号を与えた。法名は、県徳院連結、殿長勝在古 墓所は、福島県福島市の長楽寺。長楽寺には、茂町の木造が安置されており、毎年9月に行われる、供養祭には、一般公開されている。家徳は先に、大宝寺市に養子に入っていた次男の大宝寺、吉勝が、本城市に返し、本城三鶴町と改名することで相続した。上杉家では、遠方8年、1680年に成立した。 軍機物、東国大兵器、杉原近を編纂、国枝清志皇帝の内容を、松川合戦の通説として語り、謙信以来の本城茂町の武勇を知らしめた、戦いとてその武功を称え、懸念している。茂町は、上杉家に、鬼神ありとまで言われた。継承も、茂町を特に優遇し、竹に飛べ鈴めの門所と、 上杉影信の名跡を継ぐことを許して、上杉一門として偶した、門所は、上杉一門の山浦家以外は、本庄家しか許されてない特権である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。